ゴミ屋敷付きへ行く。人はそれぞれ価値観が違うものです。ある人には宝物でも、ある人にはガラクタであったりします。僕は宝物を持っていました。大切なものです。クラスで宝物交換会がありました。人に自分の宝をあげるのは嫌でした。でも人の宝物がもらえます。僕の宝物をもらった人にとっては、僕の宝物は錆びたゴミでした。僕のもらった宝物は宝物ではなかったけれど、使えるものでした。小さいながらこの時初めて価値観の違いを知りました。それからも僕は宝物を集めていました。僕の部屋は宝物であふれました。家の外まであふれ出ました。僕にとっては宝の山が、他人にはゴミ屋敷に移りました。世間とのズレを感じながらも、僕は幸せに暮らしていました。社会に受け入れられない人間でしたが、僕は僕でした。そんな社会に背を向けながら、何気にタバコに火をつけました。その時大きな爆発音がして、宝の山が飛び上がりました。宝の山からガスが出ていて、それに引火したようです。僕の家は空高く舞い上がり、ロケットのように発射されました。着いたところは月面でした。月の住人になりました。月に定住する日本人は僕が第一号でした。社会のゴミと言われた男が、日本の宇宙開発のパイオニアになりました。このチャンスに、僕は僕のことを本にしました。ゴミ屋敷付きへ行くはベストセラーになりました。月に電気はありませんでしたが、月明かりで書いた本です。印税で大金が入るのは嬉しいですが、月にはお店がありません。加えて、月には僕の宝物が落ちていません。宝物は集まらず、ここで生きていることが宝物になっているようです。僕への誹謗中傷がなくなって、今ある宝物に優しく包まれて、僕は幸せでした。時々地球から便りが届くことがあります。一人じゃ寂しいですねと、ありがとうと返事はしますが、秘密は話してはいません。月で僕は一人ではないからです。3日に一度人が訪ねてきてくれます。何代目かのかぐや姫が訪ねてきてくれます。僕はかぐや姫に恋をしています。だから僕は今幸せです。